にちは、シエルです。今日はマジシャンの衣装のお話をしていきたいなと思います。私の場合はオーダーメイドで作ってもらっている衣装がほとんどですね。でたまたま私の友達でお洋服を作れるお友達がいたので、その子にお願いしている感じで、オーダーメイドでお願いしたのはもう20着ぐらい作ってもらっています。デビュー当時はなんかマジシャンのイメージってやっぱジャケットみたいなイメージがあったので、自分の好きなお洋服のブランドとかで買っていて、で途中からハロウィンとかで着るような海外のコスチュームショップ、そこでなんか派手な衣装みたいなものを探して買っていて、でその後になんかちょっとキャバ嬢向けのドレス屋さんとかで、まあ、今風な感じのドレスを探してみて、それをジャケットに合わせたりとかして着ていたりしましたね。私の中でマジックの衣装で、まあ、いろいろね、最初デビュー当時とか、まあ、いろんなものを着ていって、で、まあ、やっぱり現場出ていた時に、あ、こういう衣装だったらいいな、こういう人だったらもっといいなみたいな感じで、なんか自分の中のこうだったらいいのになみたいなイメージがあったので、まあ、それをね形にしていって、その時の年齢で着たいものっていう感じで、まあ、作ってもらっていました。でいくつか、まあ、衣装を作る上でなんかポイントがあって、まず私の中ではマジシャンっぽくないものが良かったので、あんまりこうマジシャンっていうイメージにとらわれない形でまず作っていたっていうところと、私は結構営業マジシャンでいろんな企業パーティーとかに出ているんですけども、その時に結構色が暗いとお客様がね、皆さんスーツ着てる方が多いんですよ。なのでそういう黒っぽかったりする衣装だと、テーブルホッピングとかやる時にマジシャンがどこにいるか分からなくなっちゃうんですね。こう生地を選ぶ時にやはりこう華やかに見えたりとか色鮮やかなものっていうのを、まあ、テーマにしていました。あとは衣装を持ち運ぶ時にですね、まあ、私の場合はキャリーケースの中に衣装をまあ詰め込むんですよ。で、まあ、マジックショーの時って道具がめちゃくちゃ多いので、道具だけでも相当な量になるので、衣装もやっぱりこうぎゅうぎゅうにこうスーツケースに詰めちゃうんですね。現場でねアイロンかけたりできる時間もないので、畳んでもこう全然後にならずに着れるっていう部分では生地を選ぶところが結構重要で、それはお友達のデザイナーさんにも伝えていました。いくつか衣装にマジック用の仕込みみたいのを作ってもらったりもしていました。ワンピースなんですけど、お花がボン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 ってついてる衣装が昔あったんですけども、その時はマジックの演技の途中にちょっと花をポンって出すみたいなマジックを入れたくて、お花が取れるようになってたり、穴が開いててお花が差し込めるようになってたりっていう、少しそういうマジック用にデザインしてもらっているのもありました。あとはドレスチェンジって言って、衣装がこうバンって一瞬でこう衣装が変わっていくっていうマジックがあるんですけど、それ用にも衣装を作ってもらっていました。前やったのは縦縞のハンカチが横縞になるってあるじゃないですか。そんな感じで縦縞のハンカチが横縞になるっていうマジックをやった後に、縦縞のスカートが横じわになるみたいな感じで、そういうちょっとマジックができる衣装っていうのもいくつかありました。で、あとポイントとしてポケットの位置っていうんですかね、女性もののジャケットは結構上の方にポケットがついてるものが多いんですよ。で、そうするとマジックでいうちょっとポケットが取り出したいなって思った時とかに、すごい手をこう上げなくてはいけなくなってるんです、取る時。なのでできる限りポケットの位置を下に下げることによって、なんかマジックしててちょっとなんか取りたい時にこうあんまり手を大きく動かさなくてもスッと取れる、そういうのがやっぱ個人的にいろんなジャケットを市販で売ってるジャケットいろいろ買った時に、毎回なまたポケットちょっと上の方にあるなとか、すごいなんかそこを不便に感じたので、自分でオーダーメイドで作るときはできる限りポケットの位置を下に持ってくる、これはお願いしていました。ワンピースとかでポケットを作るとちょっと形がなんていうかバランスが悪くなっちゃったり、あと物を入れたときにやっぱりこう入ってる感、入ってるぞっていうのが分かってしまうので、ワンピースで以前お願いしたときはこのスカートの後ろの方の、まあ、お尻の部分にポケットを作ってもらって、でそこ
こはボリュームがあるデザインにしてもらったので、そういう風な工夫をして、できる限り、形は綺麗だけど、そういうポケットとかはこう便利に使えるようなデザインにしてもらったりしていました。で、現場に出た時にすごいね、頭を悩ませていたのが、ヘッドセットマイクとか、まあ、ピンマイクとかを現場で使う時に、バッテリーの部分っていうのか、受信機っていうの、こうピンマイクあって紐があって、その電池とか入ってるバッテリーの部分、これが男性だと多分ポケットとかそのベルトのとこにつければいいんですけど、女性の場合ワンピースとか着てると中に仕込まなきゃいけなくなっちゃうんですよ。で、これはテレビの時もそうで、そういうバッテリー部分をいつも、じゃあどこでマイク受け取るのってなった時に、結構舞台袖で受け取る時があるんですよ。そうすると中に仕込むことができないかったりするんですよ。その時にバッテリー用のポケットを作ればいいんだと思って、衣装のところにこうバッテリー部分を差し込めるようになったり、隠れるようになったりする衣装を作ってもらったりとか、バッテリー部分をこうポケットでこうしまえるようなっていう衣装もいくつか持っています。これ本当現場行くとね、悩むんですよ。やっぱり現場でストレスがないように、まあ、衣装の方でどうにか工夫をしたいなと思って、そういう部分も、まあ、デザイナーさんにはお願いしていました。で、私の場合は背が小さいのでバランスをすごい気にしていて、普段洋服買ったりするんですけど、基本でっかいんですよ。丈が長かったりとか、結構ここら辺もブカブカしていたりっていうので、なんか S サイズが大きいタイプの人なので、できれば XS が欲しいっていつも思ってお買い物してるんですけど、そういう部分でオーダーメイドだと自分ぴったりのサイズのものを作ってもらえるので、そこがすごい、まあ、いいなと思いますね。あと私のデザイナーさんもいろいろ工夫をしてくれていて、まあ、ワンピースとかでも切り返しを、少し上の部分、ウエストよりちょっと上の部分でやってくれたりしてると、ここから切り返しがあると足がすごい長く見えたりするんですね。なのでそういう部分で、小さいけど背が高く見える衣装だったり、あとはヒールを履くっていうことも伝えたりとかしてるので、それでバランスがよく見えるもの、そういうのは、向こうがあのプロのデザイナーさんなので、あのいろいろ教えてもらいながら、自分のね、まあ、コンプレックスっていうのかな、こう見えたいなっていうのは伝えて、それをあの衣装で改善して作ってくれてるみたいな感じですね。